あ、よろしくお願いします。今回の技能五輪国際大会、本当にこの期間はすごい楽しめた期間でもありました。でやっぱり日本代表として水職種としては初参加だったので、すごい不安があったんですけど、実際の大会その不安を忘れるぐらい楽しめる大会でありました。海外の交流っていうのが、一番大きいのかなと思います。シンガポールの子に助けられた時がありました。でそのシンガポールの子っていうのは、金メダリストで、チーフエキスパートから、説明があった時に、ちょうど、日本の通訳がいない時での説明が始まってしまって、こういうことを言ってたよっていうのを日本の通訳を通して選手に、日本の選手に伝えてあげてねっていう場面がありましたので、すごいありがたかったし、感動したなっていうのもありました。水技術職種としては技能を競う大会っていうのは、なくて、前例のないことで、どういうふうに進められるかっていうのは分からなかったんですけど、競技中に競技のトラブルっていうのが、かなりというか、少しありまして、そういうところは困ったかなっていうところで、そこでの臨機応変な対応力っていうのは本当重要だなと思いました。選手同士みんな最初はギスギスするのかなと思いきや、実際に、期間の方始まって、大会が始まって、競技の待機中とか、あとはディナーの時とか朝食の時とか、そういう時でもすごいフレンドリーな形でしたね。すごい優しかったです、皆さん。そうですね、交流はすごい楽しかったです。で自分は英語はできないんですけど、でも英語ができないながらも身振り手振りだったり、あとは Google 翻訳を使ったりとか、そういう機械翻訳機能を使って、語学の壁がないぐらい忘れるぐらい楽しめて交流ができました。人とのつながりっていうのがすごい大きく感じて、この技能五輪国際大会は選手だけじゃなくて、社内社外いろんな方のサポートを受けて、でこの競技大会が進められたかなっていうのは思いますね。この技能五輪国際大会は、一つの目標でチームとして動くっていうところが大きく感じて、でそのところで、チームワークだったりとか、あとは何度も言うようですけど、その人とのつながりっていうのはすごい成長したかなと、良かったかなと思います。技術レベルが上がったところはすごい良かったなとは思います。であとはやっぱり臨機応変な対応力だったりとか、その人とのつながりっていうのがすごい良かったかなと思います。直近で言うと、次の大会の選手、フランスリオン大会を目指す選手に、自分の貴重な経験を次へ伝えたいと思いますし、あとは仕事の技術レベルっていうところをどんどん、上げていって、今後の水技術の業界に活かせるようにしたいと思います。この技能五輪国際大会は、トレーニングはすごい、辛い時だったり、苦しい時が、多々あるんですけど、訓練を乗り越えれば競技大会はすごい楽しめる、大会となります。やっててよかったなと思える大会ですので、ぜひ頑張ってください。